ハイマークスタジアムはアメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー郊外のオーチャードパークにあるスタジアム NFL のバッファロービルズの本拠地である1973年開場1998年までリッチスタジアム1999年から2015年までラルフ・ウィルソン・スタジアム2016年から2019年までニューエラ・フィールド 2020年から2021年までビルズ・スタジアムという名称だった。NFL の規定でスタジアムの収容辞任は5万人以上と定められているため、1970年の AFL から NFL への合流に際し、本拠地のウォーメモリアル・スタジアムが規格外となってしまった。ビルズのラルフ・ウィルソンオーナーはシアトルやタンパへの移転を示唆するも、 エリー軍が譲らず、1972年に、オーチャードパークに、新スタジアムが建設されることになった。当時では珍しかったスタジアムの命名権も募集し、バッファローに本社を置く、食品企業のリッチ、プロダクツと25年150万ドルの契約を結び、1973年に、リッチ、スタジアムとして開場した。 NFL のバッファロービルズの試合だけでなく、ドラム校の世界大会なども行われた。1999年からは、バッファロービルズのオーナーのラルフ・ウィルソンにちなみ、ラルフ・ウィルソン・スタジアムとしていた。ただし、以前として、スタジアムの所有権は、エリー軍にあり、バッファロービルズは、レンタル契約により使用している。また、2008年1月1日には、 アメリカでは初めて屋外での開催となる NHL、ウィンタークラシックのバッファローセーバーズ対ピッツバーグペンギンズ戦が行われた。2012年、バッファロービルズとリース契約を10年延長した。2016年8月には、バッファローに本社を置く、キャップメーカーのニューエラキャップカンパニーが、命名権を取得し、ニューエラフィールドとなった。 2020年7月15日、ニューエラからのネーミングライツ契約の終了の申し出により、7月24日で、スタジアム名を変更することになった。なお、ビルズは、新しいネーミングライツ先が決まるまで、暫定措置として、ビルズスタジアムとすることを発表した。2021年3月29日、健康保険企業の ハイマークブルークロスブルーシールド・オブ・ウエスタン、ニューヨークと10年間の命名権を締結し、新たなスタジアム名をハイマーク・スタジアムとすることを発表した。風が強いことでも知られており、これまでこのスタジアムを本拠地とするビルズのプレイスキッカーでプロボールに選出されたのは1988年のスコット・ノー・ウッドただ一人である。 ラルフ・ウィルソン・スタジアム時代のパノラマビュー。ありがとうございます。